28歳の時ですね、トレランニングに出会いました。まあね、こういう、緑のね、綺麗な森の中をね、走った時の、初めて走った時の衝撃っていう、今でもね、まあ、もう忘れられないですね。本当に心地よい。2007年に初めて、UTMB に出たんですね。本当にあの時の衝撃というのはもう今でも本当に忘れられないです。僕は100マイルレースっていうのはもう旅だと思うんですね。旅なんですけど、普通の旅じゃなくてもう究極の旅って、自分自身の限界を常に見ながら、まあ、本当にこう厳しい旅。ボロボロのね、体だったんですけども、まあ本当にこうやっててね、完走してよかった。でその時に思ったのは、やっぱり日本でね、こういうレースができないのかな、こういうね、感動できるような、心が感動できるような場合できないのかな、それをねずっと思ってました。でこう下を眺めると富士山があって、その周りにね、本当にこういい感じのね、山がね取り巻くようにあって、でそれ見た瞬間、飛行機の上からね見た瞬間に、ああもう富士山しかないっていう風に、もうやるんだったら絶対富士山でやるんだっていう、そこでもう決意して、何を見てもやっぱり富士山っていうのはシンボルだな、本当に日本を代表する世界を代表する、昔から、まあ、今回多くのね参加者が僕自身のその UTMB で感じたその思いをね、同じようにこう感じてもらって、もっともっとこう違う世界、いろんな山を走りたいっていうふうな気持ちになっている。ザ・ノースフェイスグローバルアスリートチームのトレイランナー、冠城剛です。